関ヶ原は天下分け目の合戦ではなかった。日本史新説。関ヶ原の戦いといえば西暦1600年と覚えやすい上に、徳川家康の天下への第一歩として教科書的にはよく知られています。しかし最近の新説では関ヶ原の戦いは豊臣 VS 徳川の天下分け目の戦いではなく、豊臣政権内の内部抗争であり、徳川の天下とは直接関係ないと考えられているようです。では最新の学説による関ヶ原の戦いとは何なのでしょうか。五大老と五奉行は豊臣政権で対等ではない。戦国の映画やドラマでは豊臣秀吉は遺言として五大老、徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家に徳川政権を委ね、五奉行と協議して政治を進めるように遺言されたように説明されます。しかしこれは歴史的に誤りであり、五大老とは秀頼の後見人として秀頼を補佐する政治参与の位置づけで、実際の政権は五奉行、浅野長政、石田三成、増田長盛、長塚正家、前田玄義に委ねられていました。豊臣の政治に五大老は口を出す権限はなかったのですが、家康は次第に権限を逸脱、豊臣政権の主犯として振る舞うようになり、それに反発した石田三成派と家康派の圧力が激しくなります。つまり関ヶ原の戦いは家康 VS 三成ではなく、家康が率いる徳川政権 A チームと石田三成の B チームが激突した壮大な打ち毛羽だと考えられるのです。会津討伐は三成ホイホイではない？会津討伐は徳川家康が石田三成を反徳川で挙兵させるために仕組んだ罠と説明されます。しかし現在では会津征伐は反徳川の筆頭上杉景勝を潰すと同時に、大阪で豊臣方の勢力に包囲されていた家康が本拠地の江戸に戻るための布石であるとも考えられているようです。石田三成もこの頃七将襲撃事件の責任を取り沢山城に隠遁していて、両国の経営に専念し、大谷義継や真田昌幸に反徳川で挙兵するよう根回ししていました。家康も自分の遠征中に三成が背くとは予想していましたが、それは三成や大谷義継のような小規模の反乱にとどまると考えていたようです。会津討伐は狡猾な家康が仕組んだ三成ホイホイではなく、自分に盾つく上杉景勝潰しと豊臣政権の地場から離れる緊急避難の役割が大きかったと考えられます。小山評定は創作である。会津討伐の最中、石田三成や大谷義継が反徳川で挙兵したことを聞いた家康は小山で評定を開き、大阪方に人質を取られている豊臣恩顧の武将に三成が挙兵した事実を告げ、家康と三成どちらにつくか決めるように促したとされます。このいわゆる小山評定では、徳川家康を慕う福島正則が大阪方に人質が殺されても家康に味方すると熱弁を振るい、その勢いで大勢は反三成で決定しました。ところがこの小山評定、一次資料ではその存在を確認できるものがなく、近年では創作であるとする意見が強くなっています。実際は三成が挙兵しても呼応するのは大谷義継くらいだろうと鷹をくくっていた家康が、豊臣方の重鎮宇喜多秀家と小早川秀秋が三成に呼応して家康の本拠地伏見城を攻めたと聞いて仰天し、その事実が豊臣恩顧の大名に知られる前に急いで畿内に引き返し反徳川勢力を潰そうとしたのが真実であるようです。五大老のほとんどが家康の敵に、急いで畿内に戻る家康軍に五大老の一人毛利輝元が大阪方の総大将として大阪城に入ったという最悪のニュースがもたらされます。これにより苦行に準じる清賀家と呼ばれた五大老、毛利元就、宇喜多秀家、上杉景勝の3名が反徳川で一致、家康は大阪では賊軍になる可能性が濃厚になりました。関ヶ原の頃、全国の諸大名に出した家康の書状は120通にもなり、家康が少しでも味方を増やそうと悪戦苦闘していた事実を裏付けます。徳川家康は石田三成以外にも嫌われ、関ヶ原の前に負ける可能性も浮上していたのです。なんとなく決着した関ヶ原、窮地に立っていた家康軍ですが、配下の福島正則や池田輝政のような実戦部隊が豊臣正規軍として岐阜城を瞬く間に攻め落とすと形勢が大きく変わります。
この時点で大阪城の秀頼が石田三成側を豊臣正規軍と認め、自ら出馬していれば豊臣恩顧の大名は弓を引けずに徳川方が敗れていた可能性もありますが、外様の毛利輝元では大阪城の勢力の世論統一ができませんでした。どうも石田三成は追い詰められた家康が短期決戦に出るとは考えておらず、長期戦を考えてのんきに構えており、大阪方を一枚岩にする準備を怠っていた模様です。慶長5年1600年9月15日、豊臣の旗を掲げる東西両軍が関ヶ原で激突しました。20万の大軍が戦った天下分け目の関ヶ原ですが、実際には毛利勢や島津勢のように様子見していた勢力も多いので、本当に戦闘に参加した兵力はもっと少ないでしょう。必死の家康と今になって慌てた三成以外は、東軍も西軍も自分たちが天下分け目の決戦をしているとは夢にも思わず、それが日和見につながったと考えられます。やる気があるのは一部だけという奇妙な戦いは、天下への執念に燃える家康の東軍が勝利して半日で終了しました。豊臣の家臣として関ヶ原の戦後処理した家康、関ヶ原で勝利した家康は論功行賞で三成についた大名の領地を容赦なく改易減封します。そしてその領地を徳川一門と自分に味方した豊臣恩顧の大名に振り分けました。しかし表向きはあくまでも豊臣秀頼を立て、自分は秀頼を騙してクーデターを起こそうとした三成とその審判を打ったのだという体裁を取りました。例えば家康は石田三成や安国寺 AK のような反乱の首謀者は処刑しましたが、毛利輝元や上杉景勝、宇喜多秀家は処刑せずに改易減封流刑処分にとどめています。これはこの3名が清賀家と呼ばれた大名公卿であるため、同列の清賀家である家康が処刑をはばかったと考えられ、家康があくまで豊臣社会の秩序に沿っていた証拠であると考えられます。戦国時代ライター川嘘の独り言。関ヶ原に勝利した家康は大阪城に入り、あくまでも五大老の顔で戦後処理をし、その後は大阪城を出て伏見城に入ります。この頃までには徳川一門の勢力は800万石にもなり、徳川方についた大名も大半で、急いで江戸に戻る必要もなくなりました。家康は畿内で征夷大将軍への布石を打ち続け、京都二条城で将軍宣言を受けて徳川幕府を開いたのです。結局家康は豊臣家を滅ぼさず、かなりなし崩し的に幕府を開いていることがわかります。この曖昧もことした慎重な対応こそ、家康の開府の頃にはまだ多くの豊臣審判が残り、徳川の天下は公認されたわけではなかった証拠ではないでしょうか。関ヶ原の戦いはこれ以降、徳川様の天下と当時の社会が認めるほど画期的な出来事ではなかったのです。